な乗ってるかい。俺たちははみ出し野郎のアウトロー、自由に向かって突っ走る、ウィアーぶっちぎりバトルハッカーズ。バトルハッカーズ。俺たちは恐れはしない、承知ねえぞ。ちんたらしてるんじゃねえ。こいつはアキラたちが乗ってきた宇宙船グッドラック号だ。いや、だったって言うべきだな。今じゃグレンドスの連中に乗っ取られて要塞にされちまってるんだ。グッドラック号に戻れ。だからさっきから何回も言ってるだろう、ミア。ふざけんじゃないわよ。どっかおかしいんじゃないの、ルーク。私は嫌よ。こうなった以上、我々もバトルハッカーズと行動を共にするのが一番だと思うがな。そんなことして何になるの。私は地球に帰るわ。そのための方法を考えるべきよ。リムの計算だと、俺たちが無事地球へ帰還できる可能性は 5% もないらしいぜ。 5%？ 早い話が可能性がないってことじゃない。リム、リムって何よ。あんなコンピューターの言う通りにしろっていうわけ。冗談じゃないわ。私はロボットじゃないんですからね。彼らはバイオメタルという立派な生命体だ。冷静になれよ。士官学校でナンバーワンだったあんたらしくないぜ。こんな星にいたら士官学校なんて何にもならないわ。あのまま地球に帰還していれば、私はあなたたちの上官になるはずだった。いい、いい、ルーク。あなたに命令する立場だったのよ。私はグッドラック号に戻るわ。一人でも必ず地球に帰ってみせる。待って、ミア。ちょっと、ミア。あ、待ってよ。ねえ、さっき言ったこと本当？ええ、私は嘘は言わないわ。ワープ候補装置さえ行かれてなければなんとかなるはずなのよ。それをルークって調べもしないで。じゃあやっぱりグッドラック号に戻るつもりね。私も連れてって。いいこと、パトリシア。遠足に行くんじゃないのよ。グレンドスの連中がうようよしている真っ只中へ出かけていくんだから。平気よね。お願い、リアさん。あんたには負けたわ。何があっても私の言う通りにするんだよ。はい、行くよ。パッドが
と一緒に消えちまったんだ。何？ひょっとしたらグッドラック号へ戻ったんじゃないかな。 100% 間違いない。全アキラに連絡だ。バトルハッカーズの力を借りよう。何？パッドとミアが思い切ったことをするもんだ。あそこは今グレンドスの支配下にある。こんな二人じゃ危険がいっぱいだぜ。よし、手伝ってくれるかい、マッハブラスター。あたぼうよ、俺を誰だと思ってるんだ。ゴー。左を見てみな、アキラ。右もだ。どうやら奴らも緊急電報を聞きつけたらしいな。クラルに向かってるぜ。バトルハッカーズの勢揃いだ。ここからじゃ無理ね。他の場所を探しましょう。いけない、感づかれたわ。ごめん、ミア。静かにしなさい。命が惜しかったら私たちに協力するのよ。なるほど、こんな抜け道があったのね。グッドラック号の近くまで続いているのかしら。もともとグッドラック号の墜落でできた裂け目らしいわね。うまくすれば真下に出られるかもしれないわ。あの人はどうするの？このことを報告されたら困るわね。やめて！何すんの、あんた気は確か？ごめんなさい。すぐに奴らが来るわ。こうなったらもうバックギアはないと思いな。さあ、グズグズしてないで登るのよ。やったね、ついてるわ。あそこから入れる。その名の通り、グッドラック。幸運ね。行くわよ。ここです。アルゴの奴らが侵入していたのは。ちょっと遅かったようだな。探せ、まだその辺にうろちょろしてるはずだ。見つけ次第焼き入れてやるぜ。よく来てくれたな、バトルハッカーズ。なに、散歩の途中さ。ピーピーうるさくてかなわないな。早いとこ済まして帰ろうぜ。詳しい状況はどうなってるんだ？今のところずっと静かだ。静かすぎて帰って変さ。よし、ちょいと脅かしてくるか。アキラ、行くぜ。おらい。マッハチェーン。俺たちは剣門をぶっちぎろうぜ。乗るか、ルーク。なあ、頼む。アルゴの攻撃だ。アキ
ぶっちぎるぜ。そんなヒョロヒョロ玉はお呼びじゃないぜ。あらよ、ちょっと任しやがって。代われ、俺がやる。いない、どこに逃げおった。へい、どこ狙ってんの、オタクたち。お、いつの間に。軽いもんだぜ。後ろから狙ってやがったのか。バカ野郎、敵をなめんじゃねえ。行くぞ。おう、後ろから狙ってるな。危ないとこだったな。行くぜ。なんだ、殴り込みか。雑魚は後回しだ。行くぞ。みんな慌ててどこか行っちゃったわね。何にしてもついているわ。行くわよ、パトリシア。え、俺は木の中を食い抜いていくぜ。バトルハッカーズの暴れ者、ドリルクラッシャー。3段階モジュールチェンジによるドリル殺法が得意技。ゴー。俺たちも合体だ。化石超人のヘッダー、アバラ、レッガー、そしてティルダ。バトルハッカーズの荒くれ野郎たちだ。4人が合体すると無敵のパワーを発揮する合体ザウラーとなる。おっと、ぶっちぎるぜ。しっかり捕まってろ。おう。ひえ、番号 F394130 さあ教えて、ワープ広報装置がどうなっているのか。こんなに破損していたの、グッドラック号は。それじゃ修理して飛べる可能性は。修理不能。そんなダメなのね、ミアさん。私たち地球に帰れないの。ワープができないんじゃ地球に戻れないわ。でも飛ぶことさえできればなんとかなるわよ、きっと。ええ、ただし高速で飛んでも200年かかるけどね。ええ、そんなにかかったら私おばあさんになっちゃうわ。何をしとんのじゃ、こないなところで。ああ、しまった。一人やんけ、ワイとタイマン張ろうってやな。おっとっと、そこまでだい。なんだと、誰や。貴様らに名乗る名前はねえや。おんどりゃこの前の、ちょうどええ、借りを返さるで。ドキラ、お前の金は相手じゃねえ。他は俺が引き受けた、あやとこ脱出しろ。わかった。まったく運のいい野郎だぜ。俺が本気になったらお前なんか30秒でバラバラになってたとこだぞ。早く行け。やったか。そっとくや。あの角を曲がれば外へ出られるわ。危ない。アキラ、
ご感想は？さすがミヤだぜ、腕はなまっちゃねえな。まあね。よいいぞルーク。おいおい、あんまりはしゃぐなよ。いいアシストだったぜルーク、あれくらい軽いさ。遅かったなドリルカッシャー。俺の分、取ってあるんだろうな。ああ、たっぷりとな。くそ、これやったら勝ち目がないわい。来やがった、来やがった。いかん、囲まれたぞ。心配はいらん。ここは俺が引き受ける、早く逃げろ。分かったわ、アキラ。ミヤ、待って。そろそろ引き上げだ、ドリルクラッシャー。おう。全員脱出したようだな。仕上げといくか。レディーバトル。残念だったな、ミア。もう死の子の言わないわ。私もバトルハッカーズについていくことに決めたもの。おいらもさ。残るはパトリシアか。私は。グズグズ言うなって。嫌だっつうても俺が連れてくぜ。下ろして。キャッホー。というわけでこの連中もバトルハッカーズに入ることになったんだ。楽しそうに笑ってるけど心の中じゃ泣いてるのかもしれないぜ。みんな、そういうところ感じてやってちょうだいよ。そこんとこ、よろしく。銃にかけてはプロフェッショナル、ガルザックのその銃が奪われた。どうするガルザック。次回マシンロボ、ぶっちぎりバトルハッカーズ、奪われたガルファイヤースペシャル。